豊臣秀吉はなぜ死んだのか。一の説、病死。秀吉が死ぬまでの状況はいくつかの記録に残されている。5月、まず初めに下痢、腹痛といった症状が起こる。6月上旬、自らの手紙の中で15日間も物が食べられないと書いている。7月には手足が痛み、さらには精神混乱、失禁といった症状が起こっていた。このような症状が出る病気とは一体何なのか。日本大学医学部の早川教授に聞くと、症状から考えて一番どういった病気の可能性が高いと考えられますか。悪性腫瘍、つまりがんですね。その中でも大腸がんが一番考えやすいと思います。大腸がん、下痢が初発の症状となっておりますけれども、大腸がんの場合、便秘と下痢を繰り返すというのは、これは典型的な症状の一つです。さらに大腸にできたがんが進行し、骨や神経に転移すると手足の痛み、脳に転移すると精神混乱や失禁が起きるという。現在でも有効な治療がなければ、自然経過の場合、数ヶ月内に命を落とすことは珍しくありません。がんは発症すると急激に衰弱するものだという。もちろん当時の医者たちはがんという病気の存在すら知らず、病名を特定することもできなかった。また治療のため漢方薬を飲ませるが効果は上がらなかった。さらに秀吉は当時海外から渡ってきたタバコを吸っていたと言われている。豊臣秀吉がヘビースモーカーだったとすれば、こういったものが彼の悪性腫瘍に関係している可能性はあると思います。やはり秀吉は病気で死んでいた。豊臣秀吉はなぜ死んだのか。二の説、暗殺。第五の花見からわずか4ヶ月後には、人間とは思えないほど衰弱していたという秀吉。そしてその症状は下痢、腹痛、極度の食欲不振、手足の痛み、精神混乱、失禁。この症状について元監察医の上野氏は、病気とは別の見方を示す。思想をですね、長い期間少量ずつ与えていった毒殺の可能性が非常に高いように思いますね。ヒ素で毒殺。ヒ素とは無味無臭の毒物です。ヨーロッパではヒ素入りのワインで敵を暗殺することがあったといいます。あのフランス皇帝ナポレオンにもヒ素による毒殺説があるほどです。戦国時代に中国から伝わってきました。ヒ素中毒の症状とは、異常系の症状を呈しながら痩せ衰えてですね、最終的には神経性の痛みとか、あるいは精神錯乱状態になっていくと。調査をすると、秀吉殺害計画が記された驚きの文書を発見。当時日本にいたキリスト教イエズス会の宣教師が母国に送った報告の中に、太后を殺害することに確かに決めた。秀吉を殺害とはっきり書いてあるぞ。どうじゃ、天下人秀吉を殺そうとした人物とは。利家。利家とは戦国大名前田利家のこと。現在の石川県加賀百万石の礎を築き、近年大河ドラマでも話題になりましたね。14歳で信長に仕え、秀吉とは共に出世の階段を上がった幼馴染。
秀吉が天下統一を果たした後はその右腕として最も信頼されていた人物です。また妻の松は利家を常に支え、秀吉の妻おねとも親しい関係でした。秀吉最後の花見では大名の妻として唯一招待されています。前田利家はなぜ秀吉殺害を計画したのか。我々は利家が治めた地石川県能登へと向かった。加賀百万石の面影が今も残る歴史ある地。訪れたのは前田利家が初めて城を持った地、七尾市。前田家とゆかりが深い本行寺。ご案内します。どうぞ。れっきとした法華宗のお寺だが、住職に案内してもらうと不思議なものが。一見普通の着物だが、よく模様を見ると教会や司祭、マリアなどの姿が織り込まれている。中庭に置かれた狛犬の頭には十字架が堂々と刻まれていた。さらにこちらの地蔵にも十字架が。その名もズバリキリシタン石地蔵。そして本堂の裏には、はい、これがあのゼウスの塔と言われるんです。このゼウスの塔ね。ゼウスとはキリスト教唯一の神を意味する言葉。隠れキリシタンが信仰したという塔。中央の部分をよく見ると四角い模様が4つ並んでいる。ここにも十字架が隠されていた。なんでこんなにいっぱいキリシタン関係のものがあるんですか。あの前田利家がそういう迫害を受けたあの多くのそのキリシタンを信じる、まあ、隠れキリシタンといいますかね、その人たちをこの寺で庇護して守っておったんですよ。フランシスコ・ザビエルが日本に伝えたキリスト教は宣教師によって全国に広がっていきました。しかし1587年秀吉は禁教令を出します。勢力を拡大していくキリスト教を恐れたためです。そして布教の禁止、宣教師の日本退去を命じました。さらに日本にいるキリスト教徒を貼り付けにしたり崖から突き落とすなど厳しく弾圧したのです。この禁教令の最中、なぜかキリシタンを守っていたという前田利家。これはあの前田家の、 あの秘仏です。秘仏っていうのはあの密やかに密かにあの信仰していた仏というかな、あの仏像なんですね。はい、この仏さんが、あの利家公があのこの寺へ来て、まあ、納められたいますかね、利家の仏さんなんです。高さ10センチほどの小さな仏像、ピタリと手を合わせた美しい姿だが、なんと こうあの左右にあの開きますと中に十字が入ってでしょ。十字が入ってでしょ。本当ですね。はい、前田家の秘仏の中に十字架が。実はね、前田家はあの年始めね、代々皆あの
キリシタンやったんです。年齢も私らは代々聞いておるのはオーギスチンという洗礼名まで持っておったと。前田利家がキリシタン。イエズス会の報告によれば、利家の妻松がこう言っている。私の夫がキリシタンとなり、私も夫のようにキリシタンになることを熱望しています。前田利家はキリシタンとして厳しい弾圧をする秀吉が許せなかったのではないか。調査を進めると秀吉毒殺について書かれた文献を発見。こちらがお探しの本でございます。こちらがですか。はいです。18世紀に朝鮮の学者が30年という歳月をかけて史実をまとめた文献じゃ。ああ、ここに本当に毒って書かれてますね。そこに書かれていた驚くべき内容とは。陳異慶は秀吉の前で薬を取り出した。秀吉は興味を持ち、それは何だと尋ねた。陳異慶はこの薬は病気によく効く万能薬ですと答えた。秀吉は薬を一緒に飲もうと言い、陳異慶と一緒に薬を飲んだ。実はこの薬は毒だった。そして陳異慶は館に帰った後、下剤を飲んで毒を出した。秀吉に毒を飲ませた陳異慶とは、秀吉が朝鮮出兵をした際に朝鮮側から和平交渉のために派遣された使者である。朝鮮出兵とは、天下統一を果たした秀吉が海外進出の野望を抱き、朝鮮や明を支配するため朝鮮半島に兵を送った戦いのことを言います。前田家の歴史をまとめた加賀藩史料、この中に陳異慶の名が。なんと陳異慶は前田利家の屋敷に滞在していたと書かれていた。国学院大学の宮本氏に話を聞くと、交渉決裂、朝鮮再出兵を決めた秀吉に対しまして、陳異慶は彼がこの世からいなくなれば局面を打開できると考えたのではないでしょうか。秀吉の朝鮮出兵をやめさせたい陳異慶、キリシタン弾圧をやめさせたい前田利家、両者の利害が一致、共謀して秀吉を暗殺したのではないか。1598年第二次朝鮮出兵の最中に秀吉は生涯を閉じました。そして家康をはじめとする豊臣家の重臣たちは朝鮮からの撤退命令を出したのです。秀吉が死んだことで陳異慶の望み通り朝鮮出兵は終わり、また前田利家の望み通りキリシタンの弾圧も行われなくなった。